道の駅インスタ映えジャーニー in 岩泉。よいしょー、岩泉やってきました。え、このコーナーはずっと もう続いていくコーナーなんですか？これはもうお二人の頑張りにかかってますのであ、ただでさえ天心木村さんいないからちょっと数字的に心配なんですよ。そんなこと言わない。いやいやいや、あの後から出るっていうふうに言っとくか。いや嘘はダメ。岩泉の2つの道の駅を舞台に映え写真を狙う3人。インスタグラムの番組公式アカウントに投稿し、いいねの数が目標を超えれば見事視聴者プレゼントがゲットできるというルール。目標は過去最高256いいねを記録した天心木村さんバースデー投稿。果たしてプレゼントゲットなるか。でもね、お二人はもう本当に YouTube だったり Instagram でもうインフルエンサーとして活動してらっしゃいますから。登録者数まだ1000人いってないのよ。900人ぐらいなのよ。全然俺もまだ全然600人もいってないんだから。訪れたのは道の駅三鷹井分校。校舎の跡地を利用した懐かしい雰囲気が人気です。99年だと割と我々は最近という認識ない。確かにそう、高校生ぐらいですからまではあったっていう感じですけど。そうですね、私は96年生まれなので、ええ生まれて3年後に、まあ、惜しまれつつ成功しちゃったっていう。じゃあ記憶ないですか、99年のあの Y2K 問題。わからないです。何ですかそれは。ノストラダムスの大予言。知らないです。え、何岩泉ならではの商品が並ぶ購買部。早速視聴者プレゼントを選ぶ3人ですが、何どうしたの？どうした？見てください、種子島さん安納芋使用。種子島に住んでたことあって。あ、でもこれカモメの卵だから、これ大船渡だから、はい、ごめん違う違う。岩泉っていうことでやりたいから。同じ岩手だから同じ岩手だから。上釜アナイチオシもゲット。僕石取谷町出身なんですけど、これ石取谷町の、え、こんなコラボあるの？こんなコラボあるの？いやいや、あるだろう。考えられない。岩手県内なんだから。考えられない。うん、石取谷中学校の生徒は全員ですなたやさんの講座を聞いたんですよ僕ら。そうなんです。あ、こんなことってあるの、奇跡。すいません、芋煮売ってませんか？分かった。岩泉町の定番を盛り込んだゴーゴー岩泉セット、目標達成で視聴者プレゼントいたします。どしどしいいねお願いします。あれ、なんで、あ、ちょっと、はい、近所の方地元の三鷹井分校 OB の方、先輩アナウンサー、先輩アナウンサー。あ、これ、あ、映えるわ、映える。今日映えるものを探してます。インスタ映えを考えたロケなんですよ、はい、あ、じゃあもう、私ほど映えるものはないかもしれない。自分で言う、言ってる。照井アナが密着取材していたのは岩手県北バスの新人バスガイドのお二人。こちらの立花さんは初の男性バスガイドなんだそうです。立花君にとってバスとは？バスとは道路さえあればどこにでもお客様を乗せて運んでいける、そんな乗り物です。バスの説明っていう。バスの説明だったね。私は落ち県の出身なので、なんお会いしたことあります。元大のお会いしました。学生時代落語研究会に所属していた小笠原さん。喋るのはもうですよ、慣れたもんじゃないですか。そうだよ、それは。うわお。7月にデビューするという立花さん、小笠原さん、残りの研修も頑張ってください。そして3人が訪れたのは先月オープンしたばかりのピザハウス三鷹井。岩泉乳業の美味しいチーズと地元パン工房の生地を使ったオリジナルピザが評判です。イタリアのピッツァっていうことではなくて、やっぱり地元の方々が喜んで食べられる素材とか、おばあちゃんたちとかおじいちゃんたちも美味しく食べられるようなメニューを考えまして。これぞまさに、はい、
インスタ映え。映えてる。もうすでに映えてるじゃない。このデータもらえます？さっきからさ、人が撮ったのもらおうとして。上釜アナも最後の一手間お手伝いさせてもらいます。ちょっとさ、もうちゃんと本当乗っけるやつも撮ってよ。あ、無理よ、頭が。ちょっと待って、よし、ちゃんと撮ってよ。最後の一手間加えただけで自分がやった気になりました。あ、いいじゃん。じゃ上がマルゲリータですね。あ、めっちゃいいですね。いいね。ハッシュタグ、ハッシュタグ上がマルゲリータ。ちょっと我々今日浮かれてますね。楽しくて。うわー、いい香りが。バジルとチーズのね。そう、しっかり伸びてますね。そうですね、チーズとトマトで。石田プロ情報によると、はい、ちょっと斜めに撮るとおしゃれに撮れるんですって。手は入れない方がいい。手は入らないよ。できれば入らない方がいいね、はい、あ、むずい。チーズ、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 チーズの糸、チーズの糸、チーズの糸、いい表情、チーズがいい表情してる。いい、オッケー、オッケー。手を合わせてください。いただきます。いただきます。あ、撮れてる、誰か写真、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 写真。チーズもっちもち、そしてクリーミー。あ、やっぱね、だってあえてこう水分量減らしてるって言ってましたから。そうですね、自然が育んだ恵みを感じます。はあ、そもそもそう、そうなんだよね。牛乳が素晴らしいから岩泉が。そうそう、地元岩泉の食材で作ったオリジナルピザ、ぜひ食べてほしい一品です。美味しいピザに舌鼓を打った3人ですが、まだ納得の映え写真が撮れていません。三鷹井分校らしい懐かしい小物を利用して勝負の一枚を撮影します。はい、チーズ。ギュッと近づいてる方がいいですね。離れてるより確かに。じゃあこの写真で、はい、はい、いきます。はい、お願いします。いいね、最高数出ますように。頼むぜ。ピッ。バックはどうする。バックは自然がいい。自然がいい。何がいい。新緑の岩泉を走ること30分、道の駅岩泉に到着。先ほどの投稿で連絡、うん、それを見た先輩から連絡が入りまして、石田プロによると、まあ女子アナが言ってるわけだから、うん、こうちょっとあざといショットを撮ってもいいんじゃないかという。あざと、じゃあ、あざといやつをそれぞれやる。懸念してるの我々やってバットつかないかっていう。バット、バットない、バットない、バットない。うわ、見てください。熊さん、おしゃれだよね。おしゃれよ。ここって原宿でしたっけ。一瞬戸惑う。本当よ。お邪魔したのは九州初のジェラートのお店、ビトクロス岩泉。首都圏で人気の味をはじめ、岩泉限定メニューも楽しめます。フレイクチョコラータってなんですか。チョコチップが入ってまして、はい、基本はのミルクなんですけれども、はい、ミルクの中にあのクーベルチュールっていうあのチョコレートが入ってますね。何て言いました。クーベルチュール。あーはい、国産。絶対分かってないですね。上川さん一緒に初めてロケしたとは思えない速さで。それぞれ3種類選べるトリプルを注文。色鮮やかなジェラートが登場しました。はい、はい、ありがとうございます。すごいいいですね。いい、美味しそう。あらららららら、綺麗に盛り付けていただいて。いいですね、面白い。はい、あ、ていうかさ、早く早く、こんなしてる場合じゃないでしょ。しかもこう、バッグ、ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、溶けちゃうんで。こうバッグが大事でしょ、背景。はい、ちょっともう、やばい、もう溶けてきてる。やばいよ。ポタポタ来てんの。やばいよ。ちょっとどういった構図で撮りましょうか。いや、バッグはどうする。自然がいい。自然がいい。溶けるジェラート、焦る3人、映える写真は撮れるのか。もう一回、ここ押さえとかないと。あ、わあ、はい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 、キス顔いただきました。はいはいはい。あざとい。あんなことなってるからどうもさん、はい、あ、なんかデートだ、デートだ。なんでこれ石田さんなのよ。どうする、どうする、どうする、どうする。
んで石田さん来ちゃうのよ。ベンチ使いはベンチ。あ、いいいいいい。あ、いいじゃない。メガモさん、いいね。あ、いいよ。だいぶいいと思うよ。はい。なんか、これ全部合わせても意外といけるんですよ。あ、ちょっと溶けちゃってて一緒になってるんですけど、うん、イチゴと抹茶とミルクティーも合う。ベースが多分その牛乳が美味しいからさ。あ、何でも美味しくなっちゃう、うん。岩泉町道の駅の旅、3人が撮影した2つの投稿がこちら。どちらかが256いいねを超えればゴーゴー岩泉セットが視聴者プレゼントされます。やっぱこの時期の岩泉、うん、こう食べ物も美味しいし、そう、この廃校になった小学校に行くこととかもなかなか、ね、ね、新しいグルメができましたからね。はい、インスタ映えの写真はもう手短に撮っていただいて、はい、楽しんでいただくとスピード勝負、スピード勝負です。ジェラートはスピード勝負です。皆さん、はい、視聴者の皆さんにプレゼント届きましたでしょうか。お願いします。結果発表です。